っていうところもあるのかな白すぎて黒いじゃなくなんか<だ>際どいプレイヤーなんよ9番さんは <laughs> そうかだけどさんと一緒にしてきた中でいや俺最終日絶対5だったよって番さんって最後に残るんよなあのグレーだと怪しいから人狼から残される四人進行だったし岩さんが役持ちだったら話が早い気がするんだけどねスムラとか だねね悪いよ一番さんから転校お願いします。ええええうんうんうん。どどうしよう <laughs> <laughs> いきます。 どうぞ。うーん。はい。五番です。よろしく。はい、四番無言くんです。三番さん。 アラスか誰もやってねえなこのゲーム今日も6時間やってる毎日7時間したいねって昨日キャスで話してた7さん天候お願いしますこの部屋しかないこの部屋しかないごめんなさいあのまた別で直してきます申し訳ない 紙なし選んでるだろ7番待って待って待ってあ、よ、まままま、よろしくお願いしますあ七番待って、七番待ってなん、なんで抜けるいや、なんかあんまりヤバそうな空気感じだからだけどヤバくないですか大丈夫ですか雑談考察チャットなしですか なしだよ、なしだよ。じゃあ、残る。ありがとう。七番さん、さっき僕がいたから、抜けるんかなと思った。<laughs> じゃあ、えーと、ルール説明していきます。はい、ここね、神なし部屋となってますうん、うん、なので、衛もなし、占い師だけ占ってください。 で、占い値についてはね、初日はランダムで、はい、ランダム白が出ますので、そこは把握していてください。で、占い結果は初日高ー2日目以降、チャットで反対のて、ポジションはチャットを一切触らないこと。こうん。で、チャットに関しては COCCO、カリウドの守り先はありとします。はい。えー、で、えー、考察なし、えー、雑談なしでいきたいと思います。うかマスターがしっかりしてるから。CO は まあはい、よかよかーっかていうことなんでこの子に、はい、絶対一人はいるんだ、そういうやつは。しゃあねめうそういうやつはいるんだ。え、ちょっとやばいやつをった今。もう空気的に抜けれねえよ、俺。間もなく神殺す,スタートです身分を確認してください。 夜が来ました。目を閉じてください。こいつやべえやつか。六 <laughs> 番もなあ、狂人だったんだよな、こいつ。 一心は追えねえな <laughs> 占い師をした方が良さそうかもねそれか <laughs> 最終5に黒打ってやる <laughs> え五5ってさっきのやつじゃない <laughs> まあ言うて6番は強人だったからいいんじゃねえの 朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。二番のプレイヤーは発言してください。<laughs> はいおはようございます村人陣営でしたってことでねえー、っとそうだな何話そうかなとりあえず俺はもうキューバースターのところにとりあえず村人マークつけてるわ。 <laughs> なんでやマジでねかいんだよなぁキーーあ k ま発言聞いたら分かるわもうみんな村人マークつけたくなるよ今の時点で2番が美味しいんだよなってこのなんか可愛いんだよなほんにかわいいわ本当に,可愛い本当にちょっとやめろよ <laughs> こういうところもかわいいわ、うん、まあ可愛い要素っていうことで、まあ、とりあえず進行の話すならね思考録は絶対やめてってところかな、うん いろんな線で追ってもらいたいみんなには、うん、で村人はねあの自分をね村人っていう白っぽいアピールをね非常にしてほしいかなって思ってる俺ははい2周目交差バッチリ落としていきたいと思います以上です3番のプレイヤーは発言してくださいはい、えー、3番抹茶ポタージュですでねちょっとめちゃ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 テンション上がってますねえ、うん、なんでかって 久しぶりに占い師だった。ほんと久しぶりでね。止まっ,ってた占い師。でね、4番が素人出ました。うん、まあ2番目なんてね、そんな話すことないし、自分進行論はあんま得意じゃないので、2>, せせまあ2番さんに触れておくと、まあそういう9番さんの話とかね、自分はあまり好きではないです。うん。あえて言いましょう。あえて言いますよ。ほら、2番さん占いたい。 4番のプレイヤーは発言してくださいまあ2番3番大体発言はまあ初順なんでまあ,まあ軽くはよく取っておきますけど3番さん気になったのは自分に白出しはしてくれたんだけどもえっと4番白は出たけどあの強靭の可能性もあるみたいなそこまで言わなかったかなっていうところですねうん。 ちょ,っとちょっとね、それぐらいですね。2番さんについてはもう、えっ、ー、と、9の村置き村マークつけてる。うん、ちょっとそれはどうなのかなって思いました。ちょっとね、延長して話しますよ。あの、ついさっきのゲームだったんですけど、あの、標準曲じゃない、新旧曲で、あの、俺、1日目の2巡目、あの、なんか話せなかったんですよ。あの、みんなの声は聞こえるけど、俺の声は聞こえてない。あしかも追加が押せないっていう状態だったんですよ。コインはあるのに。 であのスマートフォンに切り替えてあの戻ってきたんですよ。戻ってきたら、戻ってきたらもう自分の発言順番終わってたんですっったんですよ。その時にツリーチだった人、ナンバーさんか言えないけど、ナンバーさんツリーチって言ったんだね。ね。その人をツリーチに挙げられた人が、うん、無言くんム無言くんはこれルール違反だからってあの、チャット考察したから、ね、無言くんツリーチだって言われて。 で俺もう一回ね、あのえー、っと切り替えたんですよ。あのスマートフォン落として、もう一回ログインし直したら、また俺、発言の機会があったんだよ何かと思ったら、その俺がツリーチに上げたやつと、俺のね、あの決戦投票だったのね。うんで、<laughs> 結局ね、あのキューバーさんチャットしてますけど、あのなんだろう部屋によっては、有無を癒さず、お前のチャットじゃなくツリー値だったのもあるんで、うん、この部屋のところに行と思ってますね。 のプレイヤーは発言してください、はいということで、こんばんはっていうことですね。えー、私、占い仕様をさせていただきます。6番さん、ねえー、白でした、えー。ということで、私の中では、えー、3番が、えー、人外っていう形になりますね。 うん4番さんなんだろう ?3 番さんに囲われてるのかなどうなんだろうなんか一生懸命長かったね。どうなのって思ったね、うん。2番さん的にはまだいまいちわからなかったねうん。なのでね、まあ、うん私、占いしを占いなのでね、えー、6番さんがね、しっていう出ても。出ねい方がいいな、これうん。3番さんが人外。4番さん,うん、そういうことなんだろうね。 どうしようかな ?6 わか,からない状況です。以上です。次に回します。6番のプレイヤーは発言してください。さいはいおはようございます。3番さん、占い CO、4番さん白、ええー、5番さん、占い CO、私白、白ということで、把握いたしてます。えー、2番さんから行きましょうかね、えー。グレー考察だから。ええと。5が新芽落ちて勝てなから。 に村人マーク、かわいいから、ちょっとよくわからなかったな。えー、っと、まあ、1巡目ということなんで、しょうがないのかなとは思いつつ、まあ、ここはちょっと、2巡目に期待はし、いや、ダメ、どうしないでね。でまあ、今のところで、そういう発言は別に、どうでもいいんだけど、ちょっとグレーになってしまうよ。しっかりグレーだよって。えー、っと、われてるっては全然、ね、テンション上がってるようには思えなかったし しっかりあえて言う2番占うって言ってるけどしっかりグレーな人を占ってほしいまあ僕目線二2番グレーだから占ってもいいんだ,ちちだとしてもえと4番さんねえっ、ー、と3のああ三4番さんは何て言ってたかな忘れた5長かったんだあ七7番 のプレイヤーは発言してください、はいまず占い c をさせていただきます、えー。ランダムで4番さんが選ばれて白が出てます。4番さん、白です。で、一、えー、つ言っておきたいことがある、えー。2番、このゲーム始まる前に雑談考察チャットなしって言ったような9番がしてるんだよ。うん、まずな、知らないんだ9番が女かどうかっていう情報が、えー、可愛くないってコメントして、おめえ本当に可愛くねえよ。俺はちゃんと雑談考察チャットなしだなって聞いたよな。っていうところで、9番釣りを押したいけど、僕目線3、3号が、えー、今日狼で見えているので、 占いローラーのどこからか行くかです、えー、ルールはしっかり守っていただきたいでうーんそうだね僕目線えー、4番で、えー、白が出ていますなので4番は確実に村陣営ということになるだとしたらえー、5番が、えー、占いに出て6番を囲った線を考えるのが普通かなというところで5・6狼で見ているのでえー、今日は僕は5番投票を押したいなというところえー、6番に関しても3番さんがうんたらでみたいなちょっと発言分かんなかったけどもうーん、まあ、5・6で睨んでる8番 のプレイヤーは発言してください、はいえーまあ、7番の言っていこと結構最もだったんだけど、まあ、印象としてはまあ結局うん、まあ、最初だからもう占いローラーになるんだけど、まあ、234って考えた時に、まあ、4の話が無性にちょっと最初いいこと言ってたのに最後の方無性にどうでもいい話長えなっていうので。 うん、他に話すことなかったのっていうところがありました。えー、で、三三番が結局四番とっていうところが今一番も初旬からこれややらかし、うんどうなのかなってところでまあちょっともうちょっと三番癖ありそうなんでライン置いたいから、えー、まあ最初五番からででもいいのかなって思っています。はい。九番。 のプレイヤーは発言してください。うーそうだよな、ね、かっがあるとすれば、めっちゃおっさんの声やんけ。うん、4がほぼ白、<laughs> 白、ほぼ白書く。う,ん, <laughs> うん。そっか。うん。 まあそうだね。自分もー釣りは飲め,めるかな。うんうん。ただね、最初だよね3。3番さんが最初だよね。ここはオカミだったら強いな。本当にかわいくて、ねね。まあとりあえず、今の現状は5番で、うん、まあ一番の話も聞いて考えようかなってとこです。一番。<laughs> のプレイヤーはは発言してください 1> ださい、はい、1番のジオン残党です。まあそうですね、なんかこの村よく分かんないです。はい。なんかまあ2番さんは、なんか9番さんと、まあ、フレンドなのかなまあよく分かんないけど、まあ仲いいような感じがしましたね。で、えー、まあ今日は占いさんにいるんで、占いロラですね。で、3番さんに関しては、<laughs> あのまあ、4番さん白を言うのがあまりにも遅すぎるということで、新名が落ちている。で、まあ5番さんに関しては、 うーんまあ何とも言えないかなっていうまあしっかりした考察も何もないとは思うんだけど7番3の位置に関しては強人はないんじゃないかな狼か神かなっていう感じが受けております。でただね白出しされた3番と7番の白の4番がねあまりにも自分的には黒く見えちゃってるんでこの辺どうなんだろうっていう感じを受けてます。 うーんまあ2番さんはねもう全く分からない9番さんよりで4番さんに関しては <laughs> なんかもうね前回なんか自分が喋れなかった端末変えたとかまあそんな話しかしてなかったんでもう全く色が見えないで今日はグレーじゃないのでまあ8番9番2番に関しては落ちしますがうんそうだねうん <laughs> ここが。 うん占い師2人が出てきて4番を白って7番3の位置でもし,もしあ3番の三番狼で5番死んで7強人ってことを考えたらもうここを、あのー、白に寄せるために4番白っていうのも考えられなくもないと思っております。以上です 2> 2番のプレイヤーは発言してください ほらね、やっぱ9番さんの発言って色落ちないからね、あの、もう黒予想上げられないんだよね。うん。で、時点で4番さんが囲えてるんだとしたら三七が人狼王は狂人ってことになっちゃうよね。で、5番さんが死んだとしたら6番が白くなる。うん。でも七番さんの占い値見てほしいんだけど3番5番ってもう明らかにセオリーセオリーって感じなんだよね。うん。 で、5番さんに関しては、えっ、ー、と6が白でした。6が白でした、うん。でした。で、7番さんに関しては、えーとなえー、4がランダムで白と出てます。だから、えー、4が、えーうん、白だから、えーと、3番さんは強人なのかなと。で、5、6ラインが人狼同士で囲いやってると。うんうん、そういう線で見てるんだよね。俺、確かにね、位置的な関係で言うと、まあ、正直どんな線もえるんだけど、三が信教、7が信教、 5が神教、牢。で、しあの牢教が重なってる時点で、<laughs> 5番さん釣りが一番人外釣れる確率が高いっていうのは俺は思うんだよな。あだから全然今日5釣りでもいいんだけど、で、4番さんに関してはね、あのー、前回の村のことを話してるんだよ。で、前回の村のことを話すって、これ人狼だったら逆にできないと思うんだよね、うん、俺。セオリーってんだろう、うん。そんな余裕っぷり見せる逆にヘイト集まると思わない、みんな。 だから四万三、俺単体で白く見てるんだよね。うん、だから、えー、そこに、えー、白を出している三番さん、七番さんはどちらかに芯がいるのかなって、俺は時点で見てるから。なんでそれでう番ームを書いたんだろうかなと思ってる。で、えー、っと、七番さんに関しては、六占ってほしい。で、六が役職あるんだったら、ぜひ来てほしい。六占ってほしい。三番。のプレイヤーは発言してください。<laughs> はい、えっ、ー、と、まず自分が見えてる盤面。 しま,すねえー、とまず8番がサイクロで置いてます。っていうのも、えー、と3番とのラインを見たいから5を釣りたい。うん、いや普通に人狼を釣りに行くでしょっていう感じですね。うん、で、えー、と3を人狼と見て多分5を、えー、と進化強で見てるんだと思うんですけど。うん、ってなると7、8が人狼で、えー、と5が狂人。 うん、だと自分は見てます。で、えっ、ー、とー、9がね、まあ確かに色落ちないね。で、えっ、ー、とー、1番さんは結構白おきしてます。うん。考察の感じ、うん、白っぽいなって思って。で、2番さんがね、うん、まだグレーかなー。そう、6浦なった七7だよ、2>, だ2番。明日俺は6裏なって白出す。4番。 のプレイヤーは発言してくださいえっとちょっとねあの確認なんですけど CEOCCO、えーえー、すらはチャットありですか一般的なやつだとありだと思うんですけど3人出てきて5 7 3二陣外露出してるまあ全然、えー、とそうですねまあ。うん 釣っていけば、まあ、普通に二人貝釣れるっていうことで、あのー、俺すらあるんじゃないかなって思って見てたんですけど、結局すらはないんですよね、この順番に至って。チャットなし。な,しなんでお前ちょっと守ってんねん、そこ。でも占い結果はチャットで言うんだよね。COCCO はって話なんですよね。うん。どうなかな。COCCO <laughs> はあり。うん。えー ととまあえっすらがあるんなら行ってほしいかなっていうところですよね。うん。で自分あの <laughs> この占い師ロラ、すらもありか、うん。えっ、ー、と占い師ロラで行くんであれば、<laughs> ね。七三自分に両方仕出ししてくれてて、こう晩さん、うん、なんだろうな、ちょっと今自分ちょっと思ってるのは、まああの <laughs> 7番はみんな強靭やない強靭やないって言ってたけど7番の強靭普通にあるんじゃないですかね7番強靭だとして占い師2人出てきて、うん、うんそしたらさああののなんかさあのどっちか囲い,いって見えるわけじゃないですかそうするとさそのどっちかの囲いにさ精進、えー、どっちか絞って白出ししてあの自分強靭って把握してくださいよってシグナルにも見え,見えなくないんだよね。うん、うんん そういう見方もできないから、みんな。うん。しかも隠し用じゃないや。えっと。もうパンダ、パンダでもないや、だいぶ白い四番を作れるってところで。うん。なんだろうな。ちょっとね。俺 <laughs>、どれ、どれす五番。のプレイヤーは。発言してください。まあ、この流れやったら。まあ、俺、つるいてやろうね。うん。そうやん。俺、占いじゃない。もん <は>3番が占い、4番が新。今の話聞いてね。で、1番にはもうね、新あの村,村人陣営やね、正直ね。うん、もうにお前そのムービーやめろ。だから、うん、3、4は確実に白やね。1、2はまだグレー。うん、なので、俺、強人だから。<laughs> 6、部六黒だよ、多分六6、7黒だと思うよ。だってだう、ん嘘の、嘘の,あ,のあれやん。<laughs> なので、ね、6、7は黒。 なので34は確実にろ。なので,、えーなのでえー、1 2 1二はちょっとグレーに見えた8九がちょっと上がらなかった、うん、着色なんで意味わかんねえやなこいつこいつ黒以上 <laughs> 6番のプレイヤーは発言してください何、まあ、これ えっと、強人すら強人すら <laughs> えっと、僕目線さ、えー、っと、まあ、三五七の中に、一人狼、えー、1、強 <laughs>、えー、人、人外二人だと思うからさ、うん、えっと、まあ、七番がハンターすらしない限り、えー、っと、ってか、すらもありなんだ、チャット。まあ、それ、なんか、 最初言ってたっけまあいいや。えっと、5番さんずりでいいのかなとは思ってる。強人って言ってるしね。で、うん、えっと、あ、なんだったか。あ、そう、グレイチは、えっと、9番さんが、えっと、誰かな、56のかっこい7番が言ったんかな。8番が言ったんかな。えっと、56のかっこいの同調に見えたから、9番さんグレイチだったら黒か。7番。 のプレイヤーはは発言してください、はい9番がグレー1なら黒っていう発言まあ僕はぶっちゃけ56がオオカミで見ている5番がすらした意味として、えー、56で囲っているオオカミ同士が囲っていたのを強靭って C をすることによってオオカミから目線をそらそうとしているようにしか見えていない、えー、とりあえず5番は絶対人外です新占いはありえない今日は5番釣ってもらいたい2番に関しては6占ってほしいっていう発言があったけどまあ別におかしくはないのかな 9番は色が全く見えていない、えー、まあでも56で悩む必要ないかな、えー、8番については5つりすぐ飲んだ1番はごめんなさいなんて言ってたかな分かんないとりあえず4番は絶対白です村陣営です、えー、占い3 c をされている状態で白が出ている4は村陣営あーそうねまあ普通に56怪しいので5番狼6番狼で見ていいでしょう今日は5番投票お願いします 8番のプレイヤーは発言してください。はいえーまあ、5番強人って言ってたんだけど、まあ、最初の釣り位置にもうヘイトいっぺんに集まってたからなんで強人なのかなっていうところが疑問なんだけど、まあ、お狼かなって普通に思って、まあ、3番が強人なのかなぐらいに今思ってます。で かといって7番が言うようにじゃあ6番を囲ってのっていうのもそれちょっと浅はかじゃないかなって思ってますそれだったら7番普通に、えー、6番占っておいてほしいなって、えー、思うのがそういうとこですねでまあ釣りでうん6番にわざわざ使うっていうのもおかしいからそこでうんだから3番怪しいんだけど7番のその発言もちょっとどうなのかなって 結局、えー、思っています。えー、他の部では、えー、ないです。はい、9番のプレー,ーは発言してください。まあ、強人でも、まあ、陣外は確定だから5番いっちゃうんだけども、そう動かれると、うん、5番で決め打つしかないよね、今日,今日の釣り位置は。うん。うん そうだよね。まあ、他の可能性も思ってたけど、そう動かれちゃう、今日は五番釣るしかないかな。うん <laughs> うん、まあ、本今後のために言うと、死んだったら、そういう動きはしないでほしいかな、うん。自分はね、うん、まあ他の人もそうだと思うけどね。うん、そうすると、相方がどこになるんだろう。八神の 6占いかなっていう話もあったけどでも、8も十分はよしいよね、うん。まあ以上。1>, 1番のプレイヤーは発言してください。さいはい、1番のジオン残党です。まあ今日は5番3釣りですね。自分で強人とか言ってるんで、まあ狼オにしろ、まあ強人にしろ、まあ5番釣りはもう安定です。で、まあ今日、カリウドいるのであれば、 あカ、の、リ、ーまあ狩ド目線で3番か7番決め打って守ってほしいです。で、明日えー、あのフルオープンしてあの、占い位置になってなければ、その時点で村人勝ちですってことですね。うん、で、もし明日のの、ま、あれだね、ツリー値で、ま、もしも、まあ、占いが噛まれたら、もう一人の占いをあのやって、カリドはどっちにしても出てきてもらって、 あのー、もしオカミが対抗まあ狂人が対抗とかで出てくるのであれば、本当に村人がねえやつがいる、ね。クロス守りでまあ村人勝利ってことでもう村人勝利はかなり近づいたんじゃないかなと思っております。今日は5番釣りです。以上です。投票を始めてください。うん。ほらじゃないべ1カリュードくさい ?4 カミてんだけどなー。 5番のプレイヤーは発言したくねでも聞かねえと。狼で見てるからな。5番のプレイヤーは発言しくねえ。はい、えっ、ー、とね、うん。俺、強靭ですよ。もう頭来た。もう意味わかんね、うん、頭来た。あーあとね。なんで頭来た、えー。7番ね、正直ね、黒。だって、どう見ても占い師って出てきたでしょ。うん、3番は占い師。真の占い師。4番は真の 叩かれぞお前なので、えー、俺の目線、67しかいない。うん、なので、もう、67 <laughs>、着床、こいつ潰せ。うん、もう着床、どこ行っても潰せ。どうせ配信なんかなんだろ、<前>こいつ。着床とか潰せてって、それ NG やぞ、お前、普通に。なので、うんあのごめんなさい、えー、僕、あの何、えー、とブロックしても構いません。しん着床、こいつ、よく言われてるんでね。うん あの言ってください。えー、多分67は人道です。僕目線はかんないです。多分七7って占い師で出てきたんでしょ、うん、なんでさ6で使われてるのに7電出ら7ですスキじゃなか ?6 はちょっと分からない。なので僕目線ね、えー、7は人道、うん、34は黒、ああ、白。<laughs> 89<う>、1ね正直、村人とか、うん、だから67じゃないのかなって俺目線ね。うん ご主人様を6 7だと思っています。うん。うんじゃねえよあ。まあ6 7の弁明を皆さん聞いてあげてくださいね。うん。まあ自爆はしないと思うけどね、この、まあベテラン同士だからね、正直ね。うんだから、えー、皆さん申し訳ないです。僕、強人でありました。 なののでで私目線がなな狼ですよろしくならねえだろ、お前目線。なんださい、人をだあの大事。目を開けてください。今、大事っすね。8か4しか噛む場所ないっすけど、どうします ?1 噛みたいそれか。えっとね、役職ありそうなとこ噛みたいよね。2が住むらしいようやから、8か1だと思うんすけど、どうすか ええ全然一あり。一あり。じゃあ一にするか。オッケーしましょう。え が来ました白だよそりゃアサクヤシンダノワイチバプレイヤーは発言してください。はい占いウランナイキロクシロサンバーサンバーハチシロウチだったからな、うん ああ <laughs>。これワンチャンさ、5、6人狼で7強人だとしてさ、で5が強人,人使用することによって、釣られて6、7人狼っていう形で言ってるとして、で7番さんが昨の6を占って、5、6の線が濃いからっていう形で言って、6に白出して。まあわかんねえよ、もうこれもう。難しいわ。 どっちみちこれ占い師に絶対人狼出てるんだよね五番さんが強人って見るんだったら五番強人そうなに受け入れらい,い理由にまあ聞きたいかな、うん、だって昨日五番さんが強人ってことで七番さんが六を占う意味がなくなってるから、うん、そこで六を占ってる理由も全然わかんないんだよね五、うん、番さんがもう強人すらしてるから六を囲ってるっていう線はないんだよな五が人狼ってみ 見てない見え,か見えないか見えないからね。うん。うん、はあ、どうなんやろう。わかりませんね。とりあえず今日占いもロラっていいんじゃないかな。えっ、ー、と、ロラってロラって最後に残このは3時間ぐらい。うん、らしロラはしてほしい5番で連れてるから。ロラっていいんじゃないかな。うん。まあ、どっちか発言聞いて怪しい方に入れるかな、俺は。 うんそうだよなぁ、入れるよなぁ。<laughs> 3番、のプレイヤーは発言してください。ななはい、えっ、ー、と、まず、占い理由ですね。えっ、ー、と、もう、初日からもう、8番さん、俺、真っ黒で見てて、うん、2周目にまず1個理由言いました。で、えっ、ー、と、8番さんの2周目ね、結局3番、強人だと思うって言って、 うん、でも7もなーって、うん、もうどっちつかずの感じだったから8を黒っぽく見てた。で、えー、と5番さんが強、まあ、人って言ってたけど、まあ、実は人狼もあるかなと思って、67、67ずっと言ってたから8に行かせないようにしたのかなって思って、58も疑ったし、78も疑ってた。だから8番ぐらなったんだけど、白だった。俺、勝ったと思ったんだけどな、これ。うん まあそうすると5は本当に強靭で、うん、67黒で言ってるのかなっていうのもありえるかなでまあ、うん、村目線ね、えー、ロラは全然いいと思いますただもう自分目線7から言ってくださいとしか言えませんねうんそれぐらいかな結局2週目聞いても9番さん色動しなかったしな2番さん今日の発言はね、うん ちょっと白っぽかったかなと思ってる。で4番さんはね、まあ、もっと頑張ってほしいかなっていう感じですね。うん、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。うんと2番さんはあれだけ1日目こだわってた9番さんには全く触れないんだ。うんちょっとそこ気になってますね。う ものすごい九番さんめで,たよめでてたような気がするんですけどねまあ今日はね3七ロ、えっとなんですけどどっちから釣るかっていうと結論から言うと3番さんからな、うん、うん。初日7番さん牢屋としてあの<う>3人目出てくるメリット全くないんですよね,ねうんまあ結局二巡目で5番さんがすらしたんですけどね しかも、今かで仕事してくれ,ればよかったんですけどね、仕事はしなかった。うん、となると、と自分目線、これ3番さんから釣っていこうかなって思ってます。うん。これはもう彼とは分かんないけど、ハンターはまだ死んでないよね。うん。なんか、占い位置的な理由で、そのハンター、あの、<laughs> 絶対勝つ。えどうすか ま7番の発言にもちょっと怪しいところがあれば7番さん釣りも全然あるんだけど現時点では俺3番さん釣り、うん、あと気になってるのはあの2番さんが九番さんに触れる余裕がなかったっていうところ、うん、あと3番さんの8番占いの理由って俺ちょっと頭入ってこなかったわそれ申し訳ないんだけど、うん、逆にねあの5番さんがねあじゃ七番さんが六番さんを占ったいう5番さんの発言はねこれもう 教強に使用したけど、勝ちへの意欲めちゃめちゃ見えましたよね。これもうデタラメにラインサイズましてるん発言はね。6番、のプレイヤーは発言してください。えっとね、まあ、とりあえずここは占いローラーでいいと思うんだけど、 低い確率ちょっと低い確率みんな考えてもらいたいんやけど5番がリア強だった場合えマジ僕6番7番とか言われておいめっちゃちょっとヘイト向かってたけど5番がリア強だった場合考えたらえっと3番か7番がどちらかが強人なんだよで2人狼をおる可能性がいるあるんだよねいや5番が人狼だったらいいんだけどあ人狼側え人狼かな強人かな本当に強人かな いやわからないんだけど。<ー>で、えっと、4番さんの発言は白かった、今。えっとね、2番さんがね、えっと、ここ、占いローラーのところだけど、迷ってたんだよ。それがすごい怪しかった。で、えっと、9番さえ触れないのはよくわからなかった。なんか4番さん,番さん言ってたの。まあ、今回、僕、参加だな。7の発言聞いて決めよう。7番のプレイヤーは 発言してくださいまず5番のリアキなんて追ってたら勝ち目がないんでオオカミか強人で見てくれで、えー、3番と7番が4に白を出してるんだ6番だから4番は村っぽいっていうかそもそも白だろうただ6番、えー、56のオオカミを追っていたので、えー、占った結果なんですけど白が出ましたなので。 5番正直強人使用する意味がオオカミぐらいしかないと思ったけど強人の線も出てきただからロラ完遂はしてほしい3番オオカミの可能性もある以上釣ってもらいたい3番がオオカミの場合は8番の黒っていうのも出てくるただ9番は全く色が見えてないし2番が6番への占い誘導みたいな点もあったのでそこの黒もあり得るただうーん言えることとしては4と6は確実に村陣営ということです今日は3番を僕は釣ってもらいたい892にいる中のオオカミを探したいからだで 4番の言うように役職 CEO の話が出たハンターが出るどうこうっていうそれに関してはですね僕の新占いを決め打ってもらえる場合のみしてもらいたい俺を占い師で残してくれるんだったら C をしてもらってもいいその進行じゃないと正直村目線は飲みにくいと思うよえとりあえず3番つってもらいたいで9はマジで色落ちてないけど2番占い誘導8番 まあでもやっぱり5番が強人使用する意味はオオカミだからだと思うんだよね結局5番ってのは6 7オオカミ6 7オオカミって発言してるけどそもそもおめえ5番がじゃあ強人ってこと強人で6が黒で囲ってた俺が出るメリットがほぼねえだろっていうそこもあるしうん5番がグレーに一切触れなかった5がオオカミで8 9 2にオオカミがいる可能性 うんごめんなさい5番が狂人かオオカミかはもう分かんないけどとりあえず今日は3番つってくれ明日占いでもう一つ白が増やせるもしくは黒が見つけてそこでゲーム終了にできるなので8 9にしっかり占っていきたいまだ8 9の発言もあるしな2は現状あんまり白いとは思ってないよやっぱり3投票お願いします8番のプレイヤーは発言してください まあ完遂するから、まあ、まあ、これ7番からでいいんじゃないかなって思ってるんだけど、えー、結局7番が6番占ったってとこ、やっぱ腑に落ちないんだよね。まあ、結局7番が占っていうところがっっまさにそこで、9番が色落ちしてないって言ったけど、えー、9番だったと思うんだけど、どっちか守ってくれって言ったところが、9番ちょっと。 んなんでっていう。うん。うん。逆に、えー、まあ、グレーであろうと、えー、まあ、ちょっと、えー、考察鋭いところを守ってもらいたいっていうところがあったんで、その、守、まあ、り先っていうところは、えー、わかんない。で、4番が2番を言ってた、9番に触れないって言ってたけど、気のせいかの2番が最後9番のものまねしたような気がしたんだけど、それ気のせいか、そこで触れたのかなっていう、まあ、どうでもいいタイプんです。 九番のプレイヤーは発言してください。うん。どうしても七番が狼に見えてしょうがないんだよな。なんで、うん？これは深読みなのかな。うん。五番さん真のカゴの可能性十分あったと思うけど、<laughs> まあ発言自体はね、もううん。お前五番の真をうの。うん。 そうだな、狼目で強いのやっぱり7番だな、37で比べると。まあそうだね、うん、狼目が高いのはね。3番さんは強靭の可能性が大きいと思うけどな、今回は。お前5番信頼っん。そうすると、ああいうことだよね、うん。ただ2番さんだよね、どうしても7番をオカ見ると2番さんが出てくるんでな、2番で。 なんで <laughs> 投票を始めてください。 3番のプレイヤーが選ばれました3番のプレイヤーは発言してください<ー> <laughs> はいえー、まあ大丈夫だと思うんですけど必ずあの次7番釣ってくださいねでねーまあどうだろうなーうんうん6囲いにいってるのか それかね9番さん目線でねまあ、79だったとしてまあ俺のシーン見えてるだろうから9番さんは7とのシ切ってきたっていう感じも見受けられるんだよねどうしよっかなー、うん、今ね一番優しく見てるのは79で人狼かな,なうん まあ、次の7番は絶対釣ってください。5強だと思うので7人狼だと思ってます。はい。以上。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は人道を人てください。いね、人道を殺してください。さいどこかみますこれ。えーとね、えー、これ。と、3番に入れたのが。 八神で八占裏うか。八神うん。八チ、うん、ですね。どうしよう、9白打つのは嫌だな。八白打つか。あ、むしろ4噛めばよかった、俺。 うーん。ああ、四噛みでよかったか。最終日四噛んでくる。ああ、そうだね、四噛みでよかったなこれ。朝が来ました。昨夜死んだのは八番。うーん、な八ハンターあるし。九番なかった。のプレイヤーは発言してください。 かまれてるからね。いないか。うん、<laughs> えー、PP じゃないのローローじゃないのこれ違うの ?PP <laughs> <ー>じゃないの,のか、うん。ローローでも今人は行ってるから。そっかうん。今日はなー行くでしょう,うん。で、26ローラで1じゃないかなと思うんだけど、ローラしてるほど。 あれがないかうん、あからさまなのは6だよね、うん。役職あるなら出てもいいんじゃないこれもう、うん。自分はないから、でも2番さんもないって言ってるな。そうすると46でどっちかが判断。うーん,うーんまあ、とりあえず。うーん。 2番のプレイヤーは発言してくださいただ9番さんの <laughs> 大丈夫か9番さんのクルーズを上げるなら昨日の発言で、えー、5が死んだと思うんだよなって言ったんだけど5が例えば死占い師だったら強人んするなんてしないよ、うん、だから5はもうほとんど人外で見ていいと思うんだけど、うん、7番さん時点で俺怪しく見ててなんで俺占わなかったの うんっっって思っちゃったでも、隠しル作りに行きたかったのかなってところはある。でも、7が狼だったら、8を噛んでる理由も納得するかな。うん、あーでも、今日絶対7釣るんだけど。で、4は隠しルでしょえ、これもハンターカリウド出ていいんじゃないかな ?9 はスムラって言ってるけど。カリウド噛まれてかもしれん噛まれたり釣られたりしてるかもしれないあー、釣られちゃうないか。噛まれてるかもしれないけど。 ハンターも出ていいいんじゃな,いかなまあ今日は絶対7つるけどうんいいと思うけどなー俺はうんまあとりあえず今日は7つってどうかなまあ、やっぱ5が言ってるように6七の進路あるんかなうんうんでも7目線そうなると2進路残ってるとしたらえっ、ー、と俺と9番なんだよね あ、二人はないのかえ ?7 番さんの対抗が3番さんだからも片方に人狼がいると2級のどっちかに人狼がいると。ってなると9番さんになっちゃうんだよね。えー、っと。で3番さんが死んだった場合は ?65 人もありえんのか ?4 番のプレイヤーは発言してください。えーっと。 が七、三です。で。うん、いやー、結局急人は最後まで占われなかったんだよな、これ。<laughs> 運ゲーじゃん、これ。<laughs> <laughs> うん。急にの運ゲーだと思ってる。八、噛まれたけど、隠しはうん。いや、そうなるのさ、七番さん、真だって。 からさそこまで見えなかったのかなだから俺急にどっちかなって欲しかったんだよな。じゃあ,あと運ゲーになっちゃうからね。うん、うん。リバーさんが言うように俺はハンター出てもらっていいと思う運ゲーなんで。6つにも全然あるんだけどさ。あ,のあ明日ね。次の日ね、うんうん。まあ誰が生き残ってるか分かんないけどさ。うん、ハンター使用すればいい6番もじゃあ。<laughs> ああ、多分隠しろの。俺が買われるのかな？うん。そうするともうあの今日のうち半田 <laughs> 使用しといた方がいいんじゃないですか？うんま7、あ、番さんとるけどね。今日はうんいないのいないの？いいのあ<ー>多分、なんか自分の陣営利があると思って、あの使用しないんだろうと思いますけどもね。 よしよした方がいいと思うんだけどな、これ。うん。反対7番さん釣りだね。その先のことを今、うん、もう、発言終わってから一生懸命考えますよ。うーん。いやー、強人で、うん、これかなり村価値欠やったね。ううんげえになっちゃいましたね、結局ね。七、うん、7番釣りまーす。6番のプレイヤーは、も発言してください。 えー、ごめんなさい。ここまでプーと占いの真偽分からんよね。って7番が審だとしたらなんで8番さん占ったのっていうところ。そうなんだよ。えー、っと、まあ、7番さん釣りは安定なんだけど、4番さん、運ゲーだよ、本当に。えー、っとね、2番さん、9番さん、そうどっかを審って置かんといけんのかな って思ったら、わぁ、そうだなその先を見らんといけんのよね。えー、っとね、9番、9番、正直ね、9番全然マークしてなかったんだよ。2番さんだけちょっと怪しいかなって思ってたんだ。7番のプレイヤーは、 発言してくださいはい、まず八番占いの理由は三つほどあります、えー、まず五番が狂人か狼かがわからない状況であったというところ三が狼の場合は八、えー、に白を出しているこれを囲いに行ったという可能性があったからですまあ実際噛まれてるから白なんだけどで、えー 3番に関しては僕と7と8のラインを初日から見るっていう発言してたけど正直そこそんなにあったかっていう8番は5番釣りに確かに賛同してくれていた点は僕とラインがあったけどもそもそもそこでなぜラインを見たかっていうのが気になっただから8番を占ったもう一つ理由があります昨日ですね、えー 絶対俺を釣りたいんだ,よ狼っていうのはだからえ昨日僕に投票している2番はほぼ白だと思いますそうなった時に8、9にどこを占うかってなったら8か9なんで僕視点占うので8を占った結果白が出て噛まれてしまっただからもう僕目線4と6の白は分かっていますそして2番が昨日3番に投票してくれてることからはっきり言って9番、えー、昨日から発言もかなりおかしかった9番がオオカミでほぼ間違いないと思っています今日私釣りになってしまうのはしょうがないけども明日僕はもう9番ほぼオオカミだと思ってます 8かまれているというか8白だった時点でなので明日は9番投票をお願いします、えー、そもそも僕の2攻めどこにあるかっていうのをしっかり見てもらいたい、えー、まあ、占い理由納得いかないって言うんだったら、えー、この後優位言であみんなの意見聞けねえから言えないけどそういった理由で8番を占いました以上です投票を始めてくださいああ 7番のプレイヤーが選ばれました7番のプレイヤーは 発言してください、はいはさっきも言いましたけども、8、9、3です、昨日僕に投票したのは、で8番からですね7番釣りたいという発言が出てきた、ごめんなさい、3つ目の占い理由は、8番が流れを変えてきたというところで、9番もそれに便乗して、7番行きたいという発言があった、黒1、ここなんですよ、で2番は1番が噛まれての2番からの発言で3番に投票している、だから僕は白いと思っている、明日た9番を釣ってください、もう9番狼で間違いないと思っている、2番だったら正直うまいと思う。 四六、えー、は占い結果で白が出ている九番を明日釣ってくださいお願いします夜が来ました目を閉じてくださいでいいだろういや四紙でいいよ四紙で くに届かねえよこれは。 朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした噛まなかったのか <laughs> 6番のプレイヤーは発言してください,ださいはいえっ、ー、とカリウドさんいますかねもしかしてかえっ、ー、と髪があえて噛まなかった人狼が ええ、なんだろう。えっ、ー、と、7番さん9番を知ってたね。で、気になるのが、7番さんと3番さんが、どちらも9、9怪しいって言ってたんだよ。だから、逆に9番さんないんじゃないかなと思ってる。なんでや。で、そう思ったら、僕目線もうね、まあ、2か4。 4なわけねえやろ、おめえ。かい4、2> 2<か> 4? 4疑うな。もう、バカやろ。2番かな ?2 番、なんで黒いって思ってたのかなちょっと完全に忘れてる。なん,なんだろう。とりあえず、ちょっとみんなの意見聞かせてください。9番、の <coughs> プレイヤーは発言してください。9番、乗っとけばいいんだよ。まずね、57は。 うん五はまず、えぇ、ー、真、今日あるよね。で、5はなの詩で、で見てんだよね。で、三は新今うん。で、自分、7はうじゃないかなと思ったけど、5、老で考えても、2、6でどっちかであるんじゃないかなと思うんだよね。7で、7、老で見ても二6どっちかであるんじゃないかなと思うんだよね。で、こん、うん グッチョブが出てるんであれば2番さんが、うん、カリウドで4守りじゃないかなと自分は見てるんだけどな <laughs> 違うのかな逆に4番さんが、うん、カリウドで出てきたら自分はちょっと怪しいなと思うんだよな今回は4番がカリウド出ても白だろうねこのシーは発言してください <laughs> <laughs> ええー、誰だよカリウド <laughs> とりあえずハンター出てこようぜもう絞りたいわうん絞りたいもうとりあえず出てきてマジで出てきて勝ちたいんだったらああ <laughs> 出てこねえのもう潜伏する意味がないよほんとこの盤面に来て潜伏するのはチャット C 終わりだからもう出てきてや先犯すぎるわそれはああうん日本<あ>しかねえだろ <laughs> なんで出てこへんので6番がさ、隠しろの4を怪しんでるってもう4242って言ってるけど4隠しろなんやな。それで4番さんを怪しんでる点でも6の黒要素。で9番さんからするとなんかもうむちゃくちゃなもうなんかね色落ちないんだよな。うん。だからもうハンター出てきてや、マジで。もう俺わざわざ追加までしてるんやで。追加、うん はい、俺、カリウドです。えー、初日、4がし色だったので噛まれると思って4を守りました。でも、うん、えーっとー、1番が噛まれたんかな。うんで1番噛まれて、えー、っと3を釣ってな、占い師が残っているのが7番さんえー、7番さんが死んだったら噛まれると思ったので、俺、7を守ったら8が噛まれた。時点で4を守れました、昨日。はい。なので4はし色間違いないと思います。てか、もう両方から白もらってるからで、ね、そこしか噛めないんだよね、逆に言うと。うん。だからもう6、9のどっちかないけど、ハンターおるんやったらもう簡単な話やん。 だから4番なんだよハンター。どっちか出てきてや、マジで。潜伏する意味がないね、本当に。俺、俺、今だったらもう分かんねえな、もう決めてや、4番。4番のプレイヤーは発言してください。はーい、勝ち確ですかね、これ。もう意味分かりますよね。うん。えー、っと、多分六6番さん、人道ですよね。いやー、5番さん、マジリア強だったわ。 俺狂人なんですよあの6級どっちかあると思うんで、あの人狼さん、信用してくれたらそっちじゃない方をつ、えー、っ,っていきたいと思って、TP で,で勝ちましょう。あ、2番さん、神ロはいごめんなさい、俺、半沢です。今番さんと言います。以上です。2>, <え>2番さん、釣りで勝ち確です、皆さん。ごめんね、二番さんと負やな<笑><笑><笑>あ、マジです、マジです。<laughs> ご番さんは真と巨人で、俺がハンターです。だから出なかったんだよ。よこれがしたかったんだよ、ハンターとして。だから

買わなかったんでしょ、普通にこれは。だって選択肢狭まるだけだけど。めっちゃ笑ってるやん。投票を始めてください。お前だよ、先輩は。もうひでえよ、この村、マジで。 つらんろくお前こんだけ手厚く介護してんだからよした、はあ、はいおしまいいいやいやバカやろ4番さん俺マジで、ね、4番がねほんとに強人だったら もうこれ PP なんだよね。だから俺人狼使用して、<laughs> えっと、どっちかに入れてもらおうかなってもう、二分の一当てると思ったけど、俺マジで狩人なんだよね。終わってないこと。強靭なわけねえやねえかよ、三人でてんやで俺。俺が取られて終わんない。5番がリアルキーで、まあ、ってくるから PP だからないんだよね。うん。だからもう6九のどっちかが人狼なんだよ。うん4番さん、マジか。6番盤面で見たら白いよ。ママ <laughs> 俺マジ4番強靭かと思って人狼使用したんだけど。 これ6番やろ人狼。なんで6やろ ?67 人狼やろ <coughs> ?67 人狼の線薄くねえか。だって、おもも。だって3が白出してるってことってほとんどし色になってんねんやな。うん、うん、だからやっぱ5番だてるゃなくて6が残って,んよ残ってんのがおかしいわ。67人狼やろもしくはえー、と56人狼で7強人やろまあまあ、それはあるね。56人狼7強人はある。4番さ あなたのもうダメだよ本当に。いや、おめえもだよ。はぁー、は4番やしむし、9は5のシーンを押し。もうかなり笑っとったけどな。うん。まあそうなるわな、俺が人狼を使用したらな、まあ分かるわ、4番さなきゃうでも俺マジ借りるぞなんやいよ。でもう4番しかなかったで、うん、ハンター。俺が先番ちゃうねんな。うん。いや、お前が先輩だよ。とやよ。ハンターもうは最初に出てくるべきやったんや。<laughs> 9番、もう最初からスムラ言っとくから、もうやっぱ6しかねえや。うん。6、人狼でした。以上です。じゃあ、し少しいきます。ひでえ村だった。 朝が来ました昨夜死んだのは九番<し>ゲーム終了死で村だった人狼の勝ちですいや強盗はやらないですオツです